はい、よろしくお願いします。今回はスーさんの接戦と方戦丸一をお送りします。で、今回はまあポイントでね、まあ接戦方戦の公式は入るんですが、それも含めて問題4もありますので、まず一回ね動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね自分がまあ説明しながらね問題解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まずポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まぁ、今回はタイトル通り接戦と、まぁ、方戦についてやっていくんですが、まぁ、こいつらが何かっていうのはまず書いてからね、説明していきます。で、今、曲線 y イコール fx がありますと。で、その fx ね、関数の上に乗ってる点 p、a の fa。まぁ、これは x 座標が分かってたら、それを代入したもの、fa は y 座標にしてねっていう話なんですけど、その曲線の上に乗ってる点 p における、それぞれの接戦と方戦の方程式やっていくと、実はこれ接線は数字でやってるんですよね。全く同じ公式を。で、まず、y から y 座標を引きます。だから y-fa ですね。で、イコール、ここに f'a が来ます。つまり、微分したもの。微分したものに x をまあ代入したものね。x 座標を代入したものがここに来ますよって。で、カッコ x から x 座標を引いてくださいっていう。一応今回の動画の最後にね、数理の動画のリンク貼っておきますんで、よかったらチェックしてみてください。全く同じ公式だからね、これとね。で、方線の方も行きましょう。で、これはですね、方線も、y 座標か、y から y 座標引くのも同じですし、後ろ、カッコ x から x 座標引くのも同じです。まあ、いわばここのまあ傾きの部分の数字だよね。ここが変わるだけなんですが、一応ね、公式通り書くと、マイナス、f'a 分の1なんですよ。公式としては。で、実はこれ、方線の方は、もしね、この、ここの数字だけ変わるっていうのを覚えておけば、別にマイナス f'a 分の1っていうものを覚えなくても、まあ問題はないんですよね。で、なんでかっていうと、もし今、曲線、2次関数にしましょうか。こう、2次関数がありますよね。で、それの上の点 p、だからまあここにしましょうか。点 p がありますと。こうやってね。で、ここにおける接線っていうのは当然、まあ、接する線なんで、まあ、こんな感じですよね。これが接線になりますと。で、方線っていうのは、この接線と90度で交わる、まあ、直角になってる、つまり、こういう直線です。ここ90度ね。これが方線です。こっちが方線ね。で、こっちが接線。になるんですけど、で、なんで、ここの数字別に覚えない、数字というか、マイナス f'a 分の1を覚える必要がないかっていうと、これ、中学の時の、まあ、動画でも自分話しちゃうんですが、これ、関数で直線ありますよね。直線が90度で交わってる時って、こっちの傾きと、こっちの傾き、それぞれ、かけると、マイナス1になるっていうルールがあるんですよね。これは微分の勉強だからっていうわけじゃなくって、もう傾きというかもう直線のルールなんですけど、90度で交わるときはそれぞれの傾きをかけるとマイナス1になりますよって。つまり、こっちの公式、まあ数にもやってるんでね、こっちの傾きが f'a になるわけですよ。f'a。丸の方がね。で、これとかけてマイナス1になるってのはこれしかないんですよね。カッコマイナス f'a 分の1しか。ないので、まあもちろん方線だけを出す問題の時はね、その計算する必要が出てくるかもしれないんですが、接線の方、つまり f'a だから、こっちもやっちゃいましょうか。このね、y' すると 4x3 乗マイナス、ちょっと消えてね、2x になるんですよ。微分するとね。で、この、今 x が1って分かってるんで、こいつの x に1を入れます。そうすると 4-2 で2になるんですよ。で、これが接線の傾きなんですよね。で、方線っていうのは、こいつとかけてマイナス1になるんで、これとかけてマイナス1になるのってマイナス2分の1じゃないですか。だから、別に公式通り、マイナス f'a 分の1でとかやらなくても、まあ、こうやって出すこともできますよっていう。もちろん覚えておいて損は絶対ないですし、自分も覚えてますけど、まあ、そういう風に考えてもいいかなと思います。一回でこれに当てはめなきゃっていう、そこなんかこだわらなくても平気なので、まあ、そんな感じで、覚えておいてください。まあ、接線と方線の関係はね、その90度で交わりますよっていうところです。で、今書いたんでね、その問題やっていきましょう。で、まあ、接線と方線出していきたいんですが、それぞれ微分を使ってるので、今やったように微分をしますと、y' にして、
で、じゃあ、X がね、1、X 座標1って分かってるので、それを代入すると、Y' は 4-2 で2になりますと。で、これが、ま、接線の方の傾きになるので、接線は Y。で、Y から Y' 引くんですけど、Y 引く0なんでね、まだあえて書かず。こうして、Y' の2、カッコ X から X 座標を引きましょうと。イコールはまずい。こうですね。では一応まとめると、Y イコール 2X マイナス2となって、これで終了となります。まあ、せっかくなんでね、方線青にしましょうか。で、方線も、Y から Y 座標を引くんですが、0なんで無視しましょう。で、さっきやったように、まあ、2なんでね、かけてマイナス1になるのはマイナス2分の1だんって分かれば、別に公式通りいかなくてもいいんですけど、まあ、入れればね、こうなりますけど。で、X から X 座標の1を引きますと。で、まとめると、Y イコールマイナス2分の1、X、プラス2分の1と。これで終了となります。いいかな。で、問題によってはですね、今これ座標 P 書いてあるんですけど、例えば X 座標しか書いてないみたいな。式が書いてあって、X イコール5における接線とみたいな。書いてあったら、じゃもし、じゃあ5はでかいな。じゃあ X が3ってだけ書いてあったら、それはその接点、の、X 座標が3って分かってるので、まあ、3って分かりますよね。で、こっちも使うからどうするかっていうと、それをここに当てはめてください。X イコール3を入れれば、九九81引く9か。うん、出なかったら72か。まあ、こういう感じで接点すぐ出すことができますので、もし X 座標しか書いてなかったらね、こういう風にやってみてください。じゃあ、こちらもやっていきましょう。まあ、上青にしますかね。じゃあ同じように、まず微分していきます。で、こっちはちょっとめんどくさいですね。小の微分使っていって、まず、分母を2乗します。分の、上微分して下そのまんま。微分すると1なんで、そのまんまで 2x プラス1がきます。こうですね。で、引くことの上そのまんま。で、下微分なんで2か。これ 2x でいいですね。こうですね。その長くなる必要もなかった。で、こうなってる。まあ、上1になりますか。で、これに X 座標、X イコール1を同じようにね、代入しましょう。X イコール1を、代入すると、Y ダッシュは、1を入れると下が、3の2乗か。つまり9分の1ですね。こうなりますと。じゃあ Y ダッシュもね、出ましたんで、やっていきましょう。これはま、色合わせますか。接線は、Y から Y 座標を引きます。イコール、今 Y' 出したんで、それ、カッコ X から X 座標を引きましょうと。これは右にまとめれるかな。Y イコール9分の 1X で、マイナス9分の1で、これがプラス3分の1になりますね。で、3分の1は9分の3と一緒なんで、まとめると、9分の2か。これで OK かと思います。で、もう一丁、方線ですね。で、Y から Y 座標引きましょう。で、まあ、公式当てはめてもいいんですけど、9分の1に何をかければマイナス1になるかっていうと、マイナス9ですよね。マイナス9をかければ9だと、マイナス1になるので。で、X 引く1と。で、あとはまとめると、Y イコールマイナス 9X で、プラス9、プラス3分の1か。9が3分の27なんで、まとめるとプラス3分の28ですかね。よいしょ。これで終了となります。なので、まあ、やってることはね、まあ、最初にも言いましたけど、こっちは数2でもやってるので、その時の復習になってしまうんですが、まあ、方線に関してはその傾きの部分だけがね、変わるだけなので、まあ、そこの数字いじって、こんな感じで解いてみてください。では、今回はね、接線と方線やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。